なんだ、時計じゃねえか。それを直せっていうのか。こりゃリニアの嬢ちゃんの回路図じゃねえか。でかしたぞ、タカヒロ。あったぼうよ。明日にはピンピンの嬢ちゃんが見れるぜ。技術屋は嘘はつかねえ、任すとけ。今からリニアの嬢ちゃん連れてメンテ室に入るぜ。元気な嬢ちゃんを見たくないのか。まだ高博に心配されるような年じゃないぞ。徹夜になるが任せろ。このすがすがしい風、これで昼寝するなというのは悪い罪よ。ささ、旦那も横になって空を見上げてみて。気持ちいいから。
ちいいでしょ。ご苦労様でした。いつもこうならいいのでちゅが。もう寝ているはずでちゅね。急ぎの仕事がありまちて。起きてると思いまちゅが。それでは、かずさちゃんに頼んでおきまちゅ。では、失礼しまちゅ。リニアちゃんみたいにはいかないけどね。そう言ってもらえるとありがたいね。もらってもいいの？それじゃあもらっちゃおうかな。心配してくれてありがとう。
ありがとう。ありがとう。また旦那に助けられちゃうのかな。ううん、なんでもない。さあ、そろそろ寝ようかな。そんなことないよ。旦那が心配してくれてることが分かって嬉しかったし。じゃあね、旦那、おやすみ。どうしたんでちゅか？眉間にシワを寄せて。何か問題でもありましたか？ああ。データといっても、デジタルはスタンドアローンの萌え子コンピューターでちゅし。しかも出力は大量の穴あき式紙テープ。紙媒体のデータは私が厳重に保管してまちゅ。それ以前に二人ともデータの保管場所に近づいた形跡すらありまちぇんよ。そうでちゅね。反応にぶいな。え、何って水着だよ。どう、またまたおニューの水着。あ、メイド服ここにあるよ。いや、旦那にこの水着の感想を聞こうと思ったんだけど、素通りされるとは思わなかった。ちょっと焦ったよ。
だな。多分怒りに任せて水着姿で屋敷中歩き回って旦那の命令だって言い回ってたかな。いやいや、ほんの退屈しのぎ。水着鑑賞会をするご主人様ってとこかな。私が説明しておこうか。大丈夫大丈夫、ちゃんと説明しとくよ。じゃ、行ってきます。何大声出して。あった、忘れてた。よいしょと。ほいじゃ、行ってきます。またそんな嫌そうな顔する。